飛打天周走、天下の果てまで突っ走る。曹操軍は関東で袁紹軍を破った。まだ夢みてえだ。俺、軍神関羽の子分になったんだぜ。ちょっと強引に迫った気がしなくもねえが、ちゃんと認めてもらったんだ。いやー、顔が緩んで仕方ねえ。周走、並外れた俊足と怪力の持ち主である。元黄巾党の将で、関羽と戦って敗れて以来彼に憧れる。黄巾の乱が収まると臥牛山で山賊として暮らしていた。その時に曹操の元から去る関羽と偶然再会。彼を追いかけ念願の従者となった。とにかく行けるだけ突っ走らねえと。関羽の親分のお供として、そして劉備軍の一員としてな。ああ、そういや、あの趙雲殿も劉備軍にいるんだよな。顔を思い出すと鳥肌がこうブワーッと。不幸な出会い方ってのは大引くもんだぜ。ついに曹操の乱世が始まったか。みんな、助手の指示に従え。力を合わせ曹仁を撃退する。八門金鎖の攻略は一筋縄ではいきません。俺の指示をよく聞いていてください。何を召し上がりますか？またのお越しを。何を召し上がりますか？またのお越しを。まずは進行を防がなきゃいけない。敵の前方を撃破しましょう。いったいったぜ。これでひとまず本陣は安全です。では進みましょうか。
確かに兵器があれば攻略に役立ちます。ただ敵も簡単には渡さないと思いますが。兵器を狙ってきたのか。返り討ちにしてくれ。貴様らに兵器は渡さぬぞ。覚悟せよ。覚悟を取った。よもや兵器を敵に奪われると。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。ここまでか。まさか兵器を奪われてしまうとは。これ以上の追撃は無益か。兵器は諦める。撤退するぞ。逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金さんを攻められます。物資を届けるのだ。急げ。あの補給部隊を撃ちましょう。堅牢な陣も補給がなくては保てませんから。呼吸が届かねば味方が困るというのやるしかねえな。なんとか補給を立てましたね。これで八門金さんの陣にもほころびが出るはず。よしよし、うまくいったぜ。敵の援軍が鬱陶しいぜ。幕城あたりからちょろちょろと。確かに八門金さんを崩す障壁になりかねない。幕城前の敵を一掃してしまいましょう。心をついておく。セレブはあの地だ。行くぞ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取ったぜ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。
地を守るのが我が使命。九尾軍などに遅れを取るものか。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。でも抑えられぬ。これではもう援軍を出せない。城の前の敵はいなくなったな。いやあ必死だぜ。なんという強さ。ここは引く。敵将撃ち取ったぜ。よーし、よっしゃー。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。家計の準備をしております。このままでもうしばらくお待ちを。行くぜ。予感的中。家計を起こそうったってそうはいっかよ。敵の盾や兵器に家計が効果的だろ。だがこの策は成功させたい。行くぞ。申し上げます、家計の準備が整いました。突っ走ってやる。あと俺は誰にも止められねえ。家計を止められないんじゃ意味がねえ。よーし、よっしゃ。中操、頼もしい活躍よ。お主になら拙者の背を任せられよう。では早速火を放とう。これで厄介な相手を封じられる。兵器の用意を曹操軍に食らわせてやれ。なぜ劉備軍が兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。劉備軍の兵器を壊せなかったか。このままでは我が軍の兵器が。この八門金座は何人にも破れぬ鉄壁の陣。飛行らの戦全てを跳ね返す。あの陣は無数の兵から成り立っています。一点を攻めてもすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩すか、徐々に攻めるか、どちらにしろ方針を決めて動きましょう。兵器が破壊されたぞ。どうなってるんだ。よっ、
うまくいったぜ。なるほど、すでに覚えがあるようだな。信任せよ、我らも援護に回るのだ。よし、僕は俺のもんだぜ。のこのこ踏み込んできやがったな。すりつぶしてやる。盾を構える兵と兵器が出たか、隣接する兵かもさまざま。ここを崩すと相当難しい。全力で当たらないか。のこのこ踏み込んできやがったな。塗りつぶしてやる。盾を構える兵と兵器の兵、しかも隣接する兵かもさまざま。もう一つは相当難しい。全力で当たらないか。レイ、攻撃を始めてくれ。うまくいけば敵の兵器を破壊できるはずだ。手薄な箇所を狙ってきたな。地雷兵、兵器部隊、共に進軍せよ。ソリア、重装こそ我が鉄壁の布陣を破ったか。俺を最後の盾とし、立ち払わん。やるしかねえな。曹操軍を撃退できたか。上将、お前のおかげだ。礼を言う。お役に立てたならば何も。しかし走ってやる。曹操はこの程度では諦めないでしょう。俺は誰にも止められねえ。自分を破るとはなんと荒々しき誇り。敵将討ち取ったぜ。かような貨幣で。そう。今諸葛亮、曹操軍の追撃、この白鵬派で押しとどめます。さては各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策に従ってください。進め、劉備軍を蹴散らし半城を落とすのだ。皆奮起せよ。我ら劉備殿の盾となり敵を退けん。止まれ。
で一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。繁盛攻略はならぬか。悔しいがここは引かねばなるまい。敵将撃ち取ったぜ。よーし、よっしゃー。やるしかねえな。ちょりゃ。者がいなければ軍は崩れよう。深夜の砦にいる軍師を狙うぞ。私が撃たれてはこの先の策はなりません。敵を打ち払わねばなりません。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。攻略が我らの使命。いざ参ります。守り抜け。武をもって強固な盾となるのだ。敵の狙いはこの地と見た。それとも守備を固めよう。やるしかねえな。美しくない刀お引き取り願います。かつ拙者が未熟でござった。進軍せよ。ひたすらにかけるんだ。
ここで引かねばならんとは情けない犬や突っ走ってやる、俺は誰にも止められねえ。ここで終わるわけには。すみませんが、先に引かせていただきます。敵将撃ち取ったぜ。よし、よっしゃ。じきにこの一帯も戦場となるでしょう。そうなれば付近の村に危険が迫ります。申し訳ありませんが、村民に避難を促してもらえませんか。近くで戦？そりゃ逃げなくちゃ危ねえ。避難するんでしょうか。私だけ逃げるわけには。ちょっと待ってくれ。うちのばあちゃん背負っていかねえと。みんなで避難できなきゃ意味ないよな。他の人はなんて言ってるんでしょう。なんだって？それなら急いで逃げねえと。え？ここも戦場になるかもしれない？そりゃあ大変だ。早く逃げないと。逃げろって言われても、みんなと一緒じゃないと不安だな。ご親切に知らせてくださるとは。さて、急いで逃げるとしましょう。おかげで村民の避難は無事終了しました。協力心から感謝します。ピンときた。行くならこっちの道だ。さっさと進もうぜ。今露骨から疲れる。家計がならぬ。今めくる敵を打ち払うのだ。そりゃジェンレー、フィジク様が村の民の誘導を開始。民は続々と避難しているとのこと。やるしかねえな。避難が済めば崖の上に広げられます。よし、よし、うまくいったぜ。シュー、頼もう。敵は引いたか。これで崖の触りもなくなったのだ。民の動きが妙だ。あの辺りを調査する。やるしかねえな。
この異変殿の耳に入れておかねば。至急伝令を送れ。謀略を巡らせているか。この右軍卒が直に問いただそう。この謀略を暴けぬとは。この始末厳しく受け止めよう。これで敵に策が漏れることはありませんね。あとは準備に集中するだけです。よーし、よっしゃー。周曹、頼もしい活躍よ。お主になら。拙者の背を任せられよう。我らの狙いは不敬。なるべく大きな敵を巻き込めば。ここは我々がおとりとなりましょう。敵を引きつけ家計の範囲へ誘い込むのです。やるしかねえな。いたぞ劉備軍だ。のこのこ出てきやがって。追え。敵が追ってきているな。この調子で誘導するぞ。突っ走ってやる。お前こそ真の三国武将なり。何も止められねえ。敵をけじらせ。我らの進む敵は誰にも阻まずぬ。狙いは定まった。敵あやつを撃てば流れは変わる。ここまで引き寄せれば十分か。あとは敵を足止めしなきゃ。俺は誰にも止められねえ。もはや背は見せぬ。曹操軍
将兵よ、この超司令が相手だ。なんという強さ。ここは引く。敵将討ち取ったぜ。ほっぴよーし、よっしゃー。周曹、頼もしい活躍よ。お主に家計の支度はあらかた終わったみてえだな。そろそろ俺様の出番だぜ。諸葛亮。あーよ。諸葛亮、ついに曹操の本隊が慶州へと攻めてくるようだ。今回は曹劉備様を慕い付き従う多くの民、彼らと共にあることで進軍は大きく滞りました。待ってください。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。突破してやる。俺は誰にも止められない。俺ほどまで何としても曹操から逃げ切らねば。いい感じです。民を連れての逃亡に強い意志を感じます。ここで引くのは気がかりですが、これは引くしかないな。この先嫌なことが起きないことを願うぜ。よっしゃー。見事な戦ぶりだ。お前たちは殿の道の妨げとなる。
俺が全て打ち払うまで。ドヤオンから任された大事な任務だ。お前なんかに邪魔させやしねえ。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。くてはならないか。殿のお力になれず無念だ。敵将打ち取ったぜ。おりゃおりゃおりゃ、よしよしよ。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。素晴らしいご活躍。これほどであったか。拙者、修
療して出直してまいる。おお、無事に逃げられるとは。おかげでこの命救われました。実はアート様の所在について聞いたのです。なんとか救い出してくだされ。よーし、よっしゃー、見事な揺さぶりだ。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ここまで来れば安全でしょうか。お助けいただいたこと感謝いたします。ですが取り残されたアト様が心配です。居場所について聞けど私ではとても。進軍停止。私たちはこの地で防衛線を張る。よーし、よっしゃー。何をする。私をどこへ連れて行こうというのだ。何も心配はいりません。殿のもとへお連れするだけです。おやおや、行くぜ。よし、行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。デイン、行くぜ。おや、だ。あの拠点を制しましょう。皆の才があれば成し遂げられるはずです。デイン、だ。やるしかねえな。ただ逃げるばかりではないんですね。やはり厄介な相手です。助かりましたぞ。どうなることかと肝を冷やしましたが。いや、それよりアト様をお救いください。情報は集めてございます。よし、よっしゃー。見事な戦ぶりだ。どもども、行くぞ。逃げ回るだけの劉備軍を食い潰すのだ。なんの我らとて劉備様の兵、たやすくは倒れぬぞ。なんとも勇ましき戦ぶり。突っ走ってやる。俺は誰にも止められない。俺を上回る武勇のものか。ならばここで朽ちる。国王よ。ありがとうございます。
正直死ぬかと今死んだと思いました。そうだ、アト様について聞いたことが。どうぞお役立てください。ここは敵に包囲されております。どうかハト様を連れてお逃げください。この先の村にハト様のお世話役がいます。その者を頼ってくださいまし。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。いたぞ劉備軍だ。どこのと出てきやがって。追え。敵の要所を叩く。見事な戦ぶりだ。
そうな奴がいるな。決めたぜ、あいつは俺がやる。突っ走ってやる。でーい、俺は誰にも止められねえ。わざわざやられに来たか。返り討ちにしてくれる。おっと、ここを通すわけにはいかんぞ。なかなかの実力を持っていますね。見事な武勇、策の出番もありませんな。聞かせていただこう。奴らの追撃は一旦止んだみてえだな。盾持ってこい。橋の上を塞いじまうぞ。お前さん方、まさか劉備様の軍の人かい？あの民を引き連れて逃げてるっていう。まさにその民のために船が必要なのです。どうか船をお貸し願いたい。そういうことなら放っちゃおけねえな。いいぜ、俺んとこの船好きに使いな。東にも造船所があるのは知ってるか？あっちにも船を出すよう言っとくからよ。よっしゃ、こんなとこだな。
これで曹操軍の連中は橋を通れねえだろうぜ。よーし、よっしゃなかなかの実力を持っていますね。無事に船を借りることができました。これも劉備様の人徳の賜物ですね。よし、よし、うまくいったぜ。あなたは本当に強いのですね。ほっ、そのとても素敵だと思います。諸葛亮様からの指示を受けたまりました。確保した船で目的の村へ向かいましょう。進路はお任せください。周辺の地勢はすでに把握しています。船はいつでも出せます。どうぞ乗船してください。このまま船を進めることはできません。一時停船します。はっ、見えてきたぜ、劉備どもの船だ。ほっ、よし、構えろ。だんだん打ち込んでやれ。敵の船足は鈍重。親の的にしてくれと言っているも当然ですね。敵が矢を追いかけてきたぞ。自分たやす船を急所についてくれ。さあ行きますよ。突っ走ってやる。敵の要所を私たちが華麗に奪うのです。誰にも止められねえ。攻め込みます。ついてきてください。これ以上戦うのはやめていく。どうか失礼、私は引かせてもらいます。ジョリア、やるしかねえな。敵の対応が俺の思考を上回ったか。残念だが、ここは下がるとしよう。敵将撃ち取ったぜ。おいおい、おかしいぜ。なんで追ってた俺が逃げる羽目になるんだ。無事着き場に到着できました。この先の村へ急ぎましょう。ゾフトに支配されています。民を逃がすにはまず奴らを撃たないと。
のは俺たちのもんよ。働かせるもいたぶるも自由だ。やるねえ奴らだぜ。あいつらも俺たちのおもちゃにしてやるか。あの悪党どもを撃ってくださったか。ありがたや。このご恩は一生忘れませぬ。よし、よっしゃ。これで民の避難は無事に完了です。見事な。よし、よし、うまくいったぜ。周曹、頼もしい活躍よ。お主になら拙者の背を任せられよう。この地の攻防は戦局を左右しうる。ほう、単身我が元へ乗り込んでくるか。万有か。わしが見定めてやる。てめえ、曹操様に意地悪しに来ただか。そんなのオイラが許さねえぞ。交代は許さん。この地は何としても死守せよ。ここを失うのは少々まずい。しばらくは防衛に専念しよう。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。許せい。優勝の心を揃え、核の力をつけるとは。まだわしと並ぶ英雄よな。敵将撃ち取ったぜ。突っ走ってやる。よしよし、俺は誰にも止められねえ。様が退却された。そんな、俺たちはこれからどうすれば。これでどうよ。やるしかねえな。敵の痛いところをつい。
狙うはあの地だ。行くぞ。来た。龍遊の読みは正しかった。ここで龍ビラを打ち果たす。私がシルの調べを奏でて差し上げますわ。覚悟なさい。彼女を攻め、これを接収する。みんな進め。敵の要所を落とす。みんな続け。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。よし行くぞ。拙者たちの手で敵地を攻め落とすんだ。よし行くぞ。拙者たちの手で敵地を攻め落とすんだ。これは参った。うっかり追い詰めて視力を出させたかな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。突っ走ってやる。俺は誰にも止められねえ。このように打ち破って進むと、逃げる者らとは思えぬ力強さよ。敵将討ち取ったぜ。見事な戦ぶりだ。我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。俺は誰にも止められねえ。チャンピオン敵将討ち取ったぜ。このような仕打ちを受けると悔しいですが、今は引きますよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。突っ走ってやる。悪案件だ。今に死ぬ。止められねえ。ここは引くしかあるまい。ここが諸葛亮が言っていた場所か。なんとかたどり着くことができたな。曹操もここまでは深追いしないはずです。体勢を整え、側近殿との命に備えましょう。厳しい道のりではあったが、なんとか河口までたどり着けたな。これも皆の働きのおかげだ。ありがとう。しかし我らはまた夜べを失ってしまいましたな。先ほど強盗から使者が参りました。私とそ
天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。一つ問おう。画僚と呼ばれるあなたがいながらな。孫権殿は命に応じてくださいました。諸君、我らは曹操軍に対し火警を用いる。だがただ火を放つだけでは策はならない。この火警には念入りな準備が必要となる。心してかかってほしい。策の準備は多岐にわたる。一人で全てやる必要はない。皆で手分けして準備に当たってもらいたい。一人につき二つほど担当。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくて。敵さんの患者召喚が伝令を雇ったらしい。そいつにこの偽の手紙を渡す手はずなんだ。曹操軍の長院と細胞が我らに内通している。確かそんな内容の手紙だったな。確かに召喚様の使いを務めていますが、危険な任務となればただで受けるわけには。こんなにいただけるとは。どんな依頼も必ず果たしてみせましょう。おお、この手紙を召喚様から預かった。そう言って曹操軍の者に渡せばいいのですね。敵の船に接近できれば火警の威力も高まる。郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう。降伏に説得力を持たせるため、敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ。策の詳細は伝えてある。あとは実行あるのみ。雑賀と雑中を伴い郊外の元へ向かうのだ。よし、よし、うまくいったぜ。よくやった。素晴らしい働きだ。何、郊外殿が処罰されると。それは大変だ。私も立ち会いましょう。郊外殿の処罰が始まると。そんな、この目で見るまで信じられません。仲間にひどい真似をしおるわ。もはや孫悟にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外殿、曹操殿ならそんな真似は決して。敵将討ち取ったぜ。ああ、いいね。その調子で頑張んな。さて、あっしの仕事も進めないとね。
この酒を敵陣に届けに行こうか。よしよし、うまくいったぜ。将来彩花はこちら。ああ、例のものですね。お任せください。あとは奴らに安価で流しておきますので。差し入れをいただけるなんて。早速みんなで飲んできますね。敵さん大喜びで受け取ってくれたよ。酒と船、二つによってまともに戦えるかね。よしよし、うまくいったぜ。お、決戦に必要だという十万本の矢、これから集めるのは大変そうだが。集めるのが難しいとなれば敵から奪うしかありませんね。船を出して曹操軍を挑発しましょう。敵が撃ち込む矢を転じて我らのものとします。ほっ、例の話は聞いています。ささ、この船に乗ってください。さあ行きますよ。うまくいくといいのですが。でいいでしょうか。今だ、みんな一気に攻め込め。敵襲だ。ありったけの矢を追いかけろ。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計りごとであったか。
十分な矢が揃いましたね。早速孫権軍に収めましょう。決戦の準備万全であろうか。確認してみよう。こんな短期間に十万本の矢を集められたか。敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう。技法はうまく曹操軍に伝わったよ。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。敵は酒を入手し宴会中とのことだが、さて一体どこから得た酒だろうな。よしよし、うまくいったぜ。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。そうか、よくやってくれた殿。やれやれ。曹操の戦、この決戦、敵を誘い炎で一掃する。機を見て曹操を挑発する船を出さん。先に行った仲間も頑張ってるみたいですぜ。さあ親分、俺たちも行きましょうよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西坊様と長院様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。いいよ。燃やすには敵艦の船をつながないとね。まず船酔いの怖さに気づいてもらおうか。この辺りの弱っている水軍を叩くよ。負ければ曹操も手を打つほかないだろうからね。失敗はできんな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。俺は全然酔ってねえさ。しかし宝刀先生にもらった酒はうまかったな。兵が船酔いしている最中に敵とは。これは厳しい。敵じゃダメだ、気持ち悪くて動けねえ。うっ、
突っ走ってやる。で、俺は余分な策をしておけば、兵たちも私のように息が絶え絶えに。敵将討ち取ったぜ。中将、頼もしい活躍よ。お主になら拙者の背を任せ。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。推薦になれぬ我が兵では船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。よしよし、うまくいったぜ。ああいいね、その調子で頑張んな。報告によると、助手様はこの辺りにいるようです。深夜の頃、助手様にはお世話になりました。私はあの方を家計に巻き込みたくない。こんなところまで攻め込んでくると、俺を倒してもそちらの利にはなりませんよ。ここは火に包まれるから離れろと。俺なんかのためにありがとうございます。敵さん、船酔いを気にしだしたみたいだね。もう一押しすれば船をつなぐだろうよ。あっしが直接敵を説得しようかね。お前さんも同行してくれるかい？歌がかき消されてしまいました。
世が平穏を守るいずれジョリア敵さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。触れて回るよ。行ったぜ。収束。ここは俺の見せ場だ。消食よ。この間技巧の甲になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。今後の田舎武者どもに負けるかよ。この陣容で負けるのか。何が悪かった。曹操軍へ投降されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草。これはどういうことでしょうな。なるほど、孫悟から奪った資材ですか。郊外殿の憎しみは相当なものですな。確かに、もう郊外殿を疑うのはやめよう。奴の投降は本当のようだな。あっしが船酔いを直してやるよ。船を全部繋いじまいな。それで万事解決さ。みんな、いいことを聞いたぞ。船をつなげば、もう酔わないらしい。やれやれ、なんとか露見せずに済んだわい。さて、準備を再開するとするかの。皆の噴水を無駄にはせん。曹操軍の船を派手に燃やしてやるわ。いやあなたのおかげで助かりました。さあさあ、どんどん飲んでください。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。ま、やれやれ、なんとか露見せずに済んだわい。さて、準備を再開するとするかの。皆の噴水を無駄にはせん。
曹操軍の船を派手に燃やしてやるわ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、よし、うまくいったぜ。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。怪しい動きをしてる連中がいるね。ここらで叩いておかないと面倒になるぞ。敵もそろそろ我らの機能に気づくでしょう。風が吹くまで。ここまで抵抗されちゃかなわんな。あんたらのところで話したかったんだよ。敵将討ち取ったぜ。やってくれた。さすがです。シーン、この戦お前が出るまでもなかろう。私が敵を蹴散らす様を見ているがいい。どうぞご覧ください。私が戦場の花として咲き誇る姿を。俺は誰にも止められねえ。中武者どもに遅れを取る。くだらんあがきはどこまで続くか見ものだな。かの地を攻め、これを接収する。みんな落ちて。俺は誰にも止められねえ。美しき花は散り際も心得ているのだ。これだけには参りませんわ。やるしかねえな。伝令、宗師様、貴様が敗走されました。なに、そりゃまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。曹操軍を挑発する作戦、始めていいですか？指示さえあれば、いつでも船を出せますぞ。わかりました。思いっきり煽ってやります。おい、さあさあ、悔しかったら、こっちに来てみろ。見えすぎた挑発用が、もはや企みを用いねば勝てぬと踏んだが、弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。
感じでとっちめてやろうか。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。やるしかねえな。次の戦でも俺様は必要とされてるんだな。悪いが今日の勝負はここまでだ。敵将撃ち取ったぜ。お主らが何を企もうとも、わしは負けぬ。我が覇道の前に追えるがよい。したところで何も変わりはせんぞ。その慢心が貴様の範囲となるのだ。周囲、郊外、今こそ炎をたけらせよ。よし、全今こそ曹操の首を取る好機。奴がそ